どうもみなさんこんばんは、くんひろです。さあ今日は顔出しで失礼いたします。いつもこんな顔でプレイしております。100連動画とかの方ではね、顔出し結構してたんだけども、まあ最近ガチャしてなくて、もう禁断症状出てんだ。ガチャがしたい、めちゃめちゃガチャしたい、マジで禁断症状出てて、やばいです。で今日はですね、まあ結局課金の話になるんだけども、乗り行きっていうシステムがあるじゃん。この乗り行きで、これが乗り行きで天空乗り行きを課金した方がいいのかどうかっていう問題なんだけども、これについてバッチコリ話していきたいと思います。で、俺は課金をめちゃめちゃおすすめするタイプではないです。まあ、皆様のお財布の事情ありますんで、できれば無課金でプレイして、必要な時であれば課金するみたいな。欲しいキャラが出たら課金するスタイルが一番楽しめると思うんですよね。無理に課金して、みんなに必死に追いつこうとしてったら、結構ね、なんかこう、辛くなってくると思うんですよね。まあ、楽しいのは一時的なかもしれない。で、俺課金して思ったのは、そのガチャとかにね、思ったのは、一回課金したら、マジで止まらん。やばい。そもそもガチャでキャラが欲しい、キャラ出します。そうしたら次はお金と経験値が足りなくなるんですよ。で、それで課金しなきゃいけなくなる。これマジであるからね。これ課金してる人みんな思ってると思う。マジで沼。やばい。まあそれでも楽しいからいいんだけどね。このゲームにもうこんだけ使えるって決めたら、もう使おうって決めたら全然それはいいと思うんだけども、今日は別で天空乗り行きについて話していきます。で、この天空乗り行き一体何なのかというとですね、これ天空乗り行きで合ってんの毎回言うけど、このシーズンパスってものがあるよね。で、それのシーズンパスの報酬をめちゃめちゃグレードアップする。これめちゃめちゃ上がります。で、金額が1220円で、真珠の歌っていうのがあって、それはね2440円、まあ、倍かな。で、まあ何が違うのかっていうと、天空乗り行きの方はこんな感じで、ラインがあるよね。第一乗り行きと天空乗り行きで、第一乗り行きっていうのは無料で誰でももらえる報酬です。で、天空乗り行きは課金しないともらえないやつです。で、この報酬のレートを見てほしいんだけども、この武器のレベルアップ素材が3個もらってます。で、天空の領域になると9個。ってことは、9倍じゃねえ。3倍。サザンが9。3倍もらえてるんですよ。で、このモラもわかる通り、16、16000モラが48000モラ。これも3倍です。で、この後全部3倍の数値になってます。ずらーっといくよね。ほら。ね、これほら。42レベルになると10個この武器のレベルアップがもらえるんだけども、これが30個になってます。なので実質40個もらえるってことなんで、もう4倍になってんだよね。これはね、めちゃめちゃでかいことで、いやー、枯渇してる人にとってはすっごい魅力的なんですよね。めちゃめちゃ魅力的です。今もう本当によだれ垂れるぐらい魅力的で、もう実は課金しました。すいません、天空の領域課金しました。なんなら真珠の座課金しました。はい。なぜ真珠の歌にしたかというと、まあ、真珠の歌の方はですね、さっきのその報酬が増えた、プラス、直ちに乗り行きレベルをプラス10するんです。乗り行きレベルが勝手に10されます。ただそれに関しては値段が、1200円、まあ、倍額かかってるんで、まあ、それの効果があるのかどうか、恩恵が美味しいのかどうかっていうのは別問題なんだけども、一応自分はもう、このゲームは結構課金しようって決めたんで、やっちゃいました。で、毎日コツコツやってる人は別に乗り行きのレベル、そんなにいらないと思うんで、普通に天空乗り行きの方だけでもいいと思います。で、結局その天空の領域は課金した方がいいのかって話なんだけども、これはね、間違いなく課金した方がいいと思う。1200円です。ラーメン一杯約1000円とか、今もうそんぐらいだね。うちの近くのつけ麺屋は1000円でつけ麺が食べれます。で、そのつけ麺を1日我慢して、その帰りのコンビニでお菓子とかジュースを我慢するっていう考えたら、めちゃめちゃ安く感じるんだよね、逆に俺は。まあ、人によっては逆のパターンで、これで課金するぐらいなら、1220円払うぐらいなら、つけ麺食って、帰りにコンビニでコーラ買って、で、それで寝るみたいな。で、そういう至福の時間を味わうとかいいんじゃね、裕福だろっていう 方もいると思うんだけども、俺はその逆の考えでいきますよ。この天空の領域をやるだけで、その日頃のそのゲームに対するストレス、おかしいよね、でも。ゲームに対するストレスがあるゲームっておかしいんだけど、でもより快適になるって考えたら結構良くないですか。まあ、ほんと課金をおすすめ、ご了承するわけじゃないんだけども、この天空の領域はめちゃめちゃいいと思います。めちゃめちゃいいと思います。で、俺に関しては、この天空の領域を課金しなきゃいけない状態になってしまいました。まあ、そもそも YouTube で動画上げるんで、いろんなキャラを強化したいっていう気持ちもあるんだけども、そうでなくても、今60のレベルのキャラクターが、今こんな感じのレベルになってます。このくらいまで揃えちゃうと、もう本当に足りないですね。マジで足りないです。経験値の所持体は、まあ、今イベント来てるの足りてるんだけども、武器が間に合わない。もうお金がない。生物もまだまだその、なんていうの、16とかマックスまでしてるのも、デュリックさんのぐらいなんで、もう全然それともお金足りないんですよ。やばいんだよね。で、1、2、3、4、5、6、6キャラ、6キャラ、2パーティーまでできないぐらいです。
それでこれだけ枯渇しちゃってるんで、ほんと天空の領域は魅力的ですよ。ちょっと受け取りましょうか。さっき課金してきたんでね、全部受け取っちゃいましょう。じゃあ、おお、あ、報酬選べるんだね。え、待って、キャンセルしたい。ちょっと待って、あ、でもこれだね。リリュックさんのやつあげるんだから、これだね。これ取ります。わ、マジか。待って、どうしよう。ちょっとそんな、これね。オッケー。あ、でも結構取れるんだな。んじゃあこのいいねとか取ろうかな。いやー、すごい。うわ、やっべやっべ、レベル今29かな。今課金してきたんで、あれなんだけども、すっげえ見て、モラ !1、10、100、1000、万、10万、100、100万モラもらえてる。うわ、これ嬉しいな。うわ、これ嬉しいわ。で、大英雄の経験もね、54枚。いや、これすっごいね。いや、これすごいわ。全然違うでしょ、これ。うわ、全然違うよ。ちょっと。ちょっと仮に、この主人公、今レベル20なんだけども、40まで上げるとどうなるか。え、まず、この、大英雄の本があるじゃんね。経験があるじゃんね。それが29個使います。プラス、モラを見てこれ。1、10、100、1000、まあ、10万モラ。この20から40ですら10万モラ使ってるんですよ。めっちゃやばない。で、50、60上がってったらどんどん倍率上がってくからね。めっちゃ金がかかる。このね、今俺、ディルクさん、フィッシュルちゃん、シャニンちゃん、ナナちゃん、めっちゃ金かかってます。ウェンティもめっちゃ金かかってます。本当にね、モラ大切なんですよね。100万モラなんてあっという間だけになると思いますよ。だから本当に天空の領域は、めちゃめちゃおすすめです。あ、で、そうだ。今まだレベル30まで行ってないんで、もらってないんだけども、30行くとこの武器がもらえますよね。で、これが欲しくて課金する人も多分大勢いると思うんだけども、これはね、どれもこれもめっちゃ強いんですよね。で、特に今注目されてる強いって言われてるのは、この黒剣。これが結構強い。まあ、その正義っていうアビリティがあって、通常攻撃と銃撃のダメージがプラス20。さらに、通常攻撃と銃撃が改心するときに、攻撃力の 60% の HP を回復すると。これはもう本当にソロで、なんか例えば国政ちゃんだね。国政ちゃんとかがもう無双できると。回復自分でできちゃうし、銃撃ループだよね、あれ。どんどん回復出ると。で、さらに体験。両手剣。これ波乗りっていうのがあって、声裏返ってた。フィールドにいるときに4秒前に与えるダメージが 6% 上昇していくと。で、それが最大5回まで。5、6、30。すでに 30% のダメージプラスパーがつくと。まあもちろん火ダメもあるんだけども。で、攻撃を受けるとその効果がマイナス1個されるよってことだよね。これもめちゃめちゃ注目されてます。ただこれね、ちょっといろいろ言われてて、フィールドってマップ上はいいんだけども、そのなんていうの、ダンジョン。秘境に入ると意味ないんじゃないのっていう話があったりするんだけども、一応効果あるっていう話が、ちらほら見かけることはあります。ちょっと俺、取ってないんでわかんないんだけども、強いですよね、これもね。で、この辺とかちょっとわかんないんだけども、結構そのなんていうんだろう、魔法使い系のキャラが好きで使ってる人は結構これ取ってたりしますね。普通になんか多分どれもこれも強いと。で、弓に関してはどうなんだろうね。これ結構特殊で、通常攻撃と銃撃当てると 50% の確率で数の目を生成すると。まあ、ミニウェンティみたいな感じだね。だからそれの範囲がどれぐらいなのかとか、そのダメージも与えるんだけども、それがどれぐらい食らうのかっていうのは気になるところ。もしこれがウェンティに持たせるってなるとそんなに美味しくないし、フィッシュルちゃんもそんな美味しくないよね。ただ、将来的に見たら、タルタリアっていうキャラがいいんだけども、そのタルタリアの持たせたら、もしかしたら、性能発揮するかも。って感じはあるって感じですね。本当に弓キャラの、なんだろうな、難しいところでもあるよね。でもこれ、ウェンティに仮に持たせました。で、風の目を作って敵を集めます。そこで好天の歌を下から出して、全員を浮き上がれます。その後に、必殺技ぶち込めば、もう勝手になんつうの。まあでもそうか。どの道必殺技ぶち込めば集まってくるもんね。うわ、すごい難しいな。すごい難しいね。これもう将来性を見込んで取ってる人もいるかもしれない。タルタリアとかその辺をね。で、次。この槍もめっちゃ強いんですよ。この剣闘士っていうアビリティがあって、地区に敵が2人いる時に攻撃力プラス 16%、プラス防御も 16%。で、敵が2人未満の時は攻撃力がプラス24と。めっちゃ強くない？それだけでつくんだって。もうどういう状況でも攻撃力がつくし、うわ、これは強いなと。で、しかも、攻撃力と回心率がついてるんですね、武器に。これがね、強いんですよ。しかも、これ他の武器は、プラス 6% なのに、槍だけね、8% なんだね。若干攻撃力が1下がってるんだけど、めっちゃいいな。
俺どうしようかな迷うんだよね。正直国生ちゃんメインキャラにしたいぐらい可愛いんですよ。見た目めっちゃ好きなんで、まあ、持ってないんだけどね。将来的に将来性を見込んでこの国権を取るか、リュウクさんがいるんでこの離流の剣っていうのかな、これを取るか、はたまたチャレンジとしてこれを取って動画にするか、すごい迷ってんな。槍は俺の中ではまあすごい一番強いんじゃないかって思ってるんだけども、まあ、これはそのキャラがまだ乏しいというか、シャリンちゃんしかいないからさ、俺は。だから、まあ、これもあれだね。勝利だっけ？あの、岩の神様。あのキャラが出た時にどう化けてくるかっていうのが気になるけど、まあ、現段階ではちょっと取るに当たらないかなと。はい。ということで、いろいろ喋ってしまいました。少しでも参考になってる情報があると嬉しいんですけども、いかがでしたでしょうか？もし参考になってたら、動画の評価、これからも原神出していくんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。ちなみにこんな顔をしてるんで、これでも、生理的に無理じゃなければ、これからもよろしくお願いします。原神ね、楽しすぎてね、一日があっという間に終わる。マジで。他のこと何もできんもん。もう、それこそ雑魚で勝ってるだけですげえ楽しいからね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。天空の竜騎、皆様課金して、見てね。はい。